大冗談かアフリカって日本人に独創性があるかというような問題が出とるわけですが、私はそういうのはあんまり正面切って答えるのは極めて困難だし、正面切って答えなければならないテーマであるかどうかさえちょっと疑おうと思うんですが、しかし日本人に、まあ、確かに例えば学問芸術はどうなんでしょう、芸術も多少似てるじゃないですか、学問なんかの前に今おっしゃった ね、楽しみながら続けるとかね、楽しみながらやっぱりこのことが進んでいくという雰囲気はこれはちょっと少ないですね。なるほどね。あのね、こういうことを言うんだけどね、数学の方でヨーロッパなんかでもね、パリにから素晴らしい発想が出るっていうのはあんまりないんですよ。だからパリではものすごく発展するんですよ。もう偉い連中が集まってるから、もう大体あのフランスの秀才はほとんどパリに、秀才っていうのがまあいわゆるなんていうかな、もう業績も上げた秀才っていうのはまあパリにこう呼び寄せられてる感じですよね。ところがね、必ずしもね、あの発想、一番いい発想の出発点っていうのはパリじゃないんですよ。そうですか。むしろスタラスブルとかね、グルノーブルとかね、ニースあたりとかね、意外とね、そのよそなんですね。だから最初の発展っていうのはどうもその、まあ、ちょっとした地方っていうかな、完全にその地の果てじゃないんだけど、あのかなりこうのんびりできる 地方っていうところ多いですね。あれはやっぱりのんびりできるからじゃないですか。まあね、あんまりセンターにいるっていうことは、それは難しいことでね、のんびりするっていうことは怠けとるということと同意ではないんですが、そうだね、のんびりするというと怠けということと日本では同意に見とるの、これまずい、それからもう一つね、このまあどのでも学もみんな同じでしょうが、私の方で言うはもうともかくね、最も学者の美徳とするところは石の上にも10年なんですよ。そうそう、ね、石の上にも10年で偉い最初の条件です、石の上にも20年ならまだ偉い30年ならもうこれは神さんにしてもらったというのがね、もうこれはね、が抜くべからざる日本の学問の根底にあるわけね、で私はね、それはね、テーマを考究するのにね、特に生き物のテーマがね、4年や5年で分かるわけですからないですから、10年20年結構ですがね、10年間同じテーマを同じ方法でやるよ、これはね、今のね、実験的学問にとっては、特に生物学にとってはこれ致命的なのね、プログラム、問題は変える必要なんかそんなにないんですよ、それテクニックはね、アプローチのあり方っていうのはね、これはね、変えないことにはね、もうそれはやっぱりこれはね、もう大げさに言うと20世紀の後半に生きとる意味がないですよ。なるほど、意味がないですよ。で、どれだけ新しいテーマをね、自分の持っとるところに取り入れるかということが、まあ学問の独創になりますからね、なるほどね。だからその時に、ね、問題は同じでもいいと、だけど技術はどんどん新しいものを取り入れろ、思いがけんのを取り入れていただかないと、ね、例えばね、例えば虫が飛んどる、虫が飛ぶというようなことを研究するために、ね、今からね、まあ、今までの発想というのは、まあ、虫が飛ぶことを映画に撮ってさ、観察するとかね、それで実験室で飛ばしてね、どのぐらい飛ぶか、どの速さか測定する、例えばね、虫が飛ぶというようなことにもね、今や遺伝子組み換えでやらないかもですよ。なるほどね。これ自分で、それはね、あまりにも自己の教養から離れたような発作ことを取りなきゃいけないんですが、一番上手に例えば遺伝子組み換えをなぜ虫が飛ぶかという問題にいかに持ってくるかというようなこととかね、そういうふうな種類のことをね、やっぱりの一番早くこう虚心坦懐にやっていただくということが、僕やっぱこれからの生物学のチャレンジングだと思うんですよ。だけどそれはいいあれだな、なんかそういう基本的にはそういうことなんですよ。虫はなぜ飛ぶかとかいうのはね、課題で入っていけるってことは素晴らしいことだ ね。素晴らしいことですよ。素晴らしいことですよ。今やそうなって遺伝子工学があるから、それで何を作ろうかって考えるよっぽどましですね。そうです、僕はそう思うよ。そう思います。なるほどね。
いや今ねおっしゃったけど本当に僕はあの全くいいこと来たなと思うんだけど、あのね日本僕はね最初にあのアメリカが日本に帰って講義を始めた時にね思ったんだけどね、あのアメリカの大学の学生っていうのはね、まあ、アメリカのっていうのは僕はまあハーバードにいたわけだけど、はい、ハーバードの大学の学生っていうのはねこう聞くとねテーマを持ってるんですよ、うんうん、あの、はい、まあ生物でいうとそのなぜ虫は飛ぶかとかいうような感じのね、はいはい、そういうテーマを持ってそれから道具を集めようとしてますよね、はいはいはい、そうです。そこはね、はい、日本の学生ちょっと僕は不安だなと思ったのはね、なんか道具持っててね、それでなんかできないかな、なんかできないかなって言ってるわけね。その通りです。これちょっとね、もう逆だなと思った方があるんだけど科学っていうのがね、その文化になってないっていうことだったね。文化だとしたら、それこそなぜ その木には葉があるんだろうとかね。そうです。それでいいんですよ。それでいいよね。あ、それで本当に初めもうそれだけでいいんですよ。それが文化だよね。ところがね。だけど道具っていうかまあその遺伝子工学っていうのはまあ道具だよね。道具です。あのね、それは僕池田さん今アメリカの例えば大学レベルの学生のことをおっしゃったな。もうね日本もうそれはね生物学のような実験的科学をやる人間が本当はアメリカ日本風であってはちょっと困るんですがね、うん、例えばね私はねよく大学大体学業を取った頃のね人間から相談を受けるでしょ、うん、ね、僕はこういうことをしたいと、うん、まずねちょっと問題じゃないこういうことをしたいというね、したいというのは恐ろしく理念的なところあるんですよ、うん、虫が飛ぶのが面白いではないんですよ。そうでなきゃいかんな、やっぱりそうでなきゃいかんんですよ。ちょっとそうではないですで、それが寄ってきた人間はまた深いでしょうが、どうか何かしたいと思いますでしょ、うんうん、そうするとね、お前が何かしたいと言うても実験で近代科学にふさわしい、近代生物学にふさわしい実験をするとと思えば一人でできるわけがない、うん、まず科学研究費どっから移ってくるか、それ以外の研究費は金集める人集めるできるわけがない、初めから諦めなさいと、うん、そういうことを初めから思っているのはそれは不遜であるといかにそうするとどうなるか、次すること、うん、自分がしたいと思うことをやっているような研究室はどこにあるか、あで自分がこれはこの研究なら面白そうなということをやっとる世界の的なボスは誰であるか、うん、一番気がそれを探す、そうだね、探すためには年寄りは十分にお手伝いしましょう、うんうん、で探してそれじゃあもうここが一番面白そうですとこういうなると、うん、まあ京都も岡崎も東京もなしに行く、うん、でそれが普通のまあうん、それのそういうやり方のステップがちょっとまだね、うん、日本の若者ある意味ではちょっと甘えてるんでしょうか ね自分のやっぱり思った通りの道筋はそうなっとんだと、でそれを実行するということで、まあボツボツ出てきましたけどね、うんうん、確かに本当にボツボツ出てきました。確かにね、面白いのが言いますよ。出てきました。あのまあ20年前と違うなと思うのはね、まあ10年前ともちょっと違うなと思うのはね、あの数学なんかの論文の中でもね、博士論文なんかでもね、社会学、この前何だったかな、社会学に使える数学を作りたいなんて言い出してね、うん、いいでしょう、言い出すでしょうね、それでね、よくわかります。なんていうかね、正しいとか正しくないっていうことと他にね、信じるとかね、信じないというのは考慮を入れてね、理論を作ろうって言って宿泊やってるのがいましたけどね、で、まあ、一応論文書いて、うん、これは社会の先生も見てもらわないかなとか言って結局まあ博士号出したんですけどね、うん、ああいうのはその出てきたっていう方はいいことだね。人は何かに夢中になっているときはたとえ苦労であっても苦労を苦労と思わないのだ。私は自分の体験からそう推察してみるのである。
芸術家として創造活動を続けていくにはハングリーでなければならないといった人がいた。その言葉は学問の世界における創造にも当てはまるのではないかと思う。学者もまた何かに飢えていなければ創造し続けることはできないのではないか。数学という学問は感情や情念とはおよそ無関係な学問に受け取られがちだが、こう考えてみると数学の創造活動もあながち情念と無関係とは言えないようである。おそらく人間の情念とは縁遠いように見える自然科学のすべてが新しい理論や法則や定理を創造する上でこの情念の力を大いに借りているに違いない。私はね、1950年以後の世の中でしたら、うん、絶対に自然科学はやれないね。え？はあ、あらゆる理科系の入学試験みんな落ちます。はあ、そうですかね。僕は。もうそれはもうね、自分の過去を振り返って子供の時から見て、もう自信を持ってみんなに断言しとるんですが。ああ、そうですか。はあ、数学ダメ、物理ダメでしょう。それでよくまあ大学まで来たなとこういうことになると、うん、その、まあ、入学試験のことでね、昔あのフルブライトで一緒に行った連中が集まったところで話しててね、まあいろいろ法学部の先生になったり、いろんなところの先生になってるんだけど、そういう連中が話しててね、みんなね、今大学受けた俺たちみんな落ちるだろうなって言うわけですよ。だけど、広中だけ取るんじゃないかって言うわけね。あいつはその数学と英語で点を稼ぐ。いや、そういうのでね、私はね、まあ今日そういう意味でまだ先がどうなるかわからない人間の年代の頃のに将来の多様性というのがね、生かしきれない制度にはなっておりますな。それから、それはあの競争ということが、体制を拒否するんだと思いますけれども、そういうふうなことをね、どこの大学も必ず教授会では僕らが教壇におった時も皆さんは多少言うんですが、結局この制度の中でそういう多様的な人間が生まれないというのはちょっと残念なことですね。そうですね。あのこれはね、大学のあのそれから大学院の入試でしょ。はい、そう、大学院なんか大学入試なんかやめろって僕は言ってるんだけどね、なかなかね、あの今公募でしょ。そう、いろんなとこ来るわけでしょ。だからやっぱり試験せねえかんっていうわけですよ。そうです。だからあれまずいですね。まずいですね、非常にまずいです。だからまあ僕の主催しとるところの指定主催しておったあの部門なんかにね、講座なんか入りたいという大学院の入学試験は、まあこれはかなり激烈やったし、バカみたいに激烈やったし、まあ2人取るとこ2人ぐらい取りたいなと思うところにね、20人とか25人とかね、すごいな、いうような状況を呈しとりました。うん、最後の方はやっぱりそういうような不景気でね。なるほどね。そうしますとね、その中2人を、そうするとね、私はね、やっぱり試験がそこまできつくなると、さすがにともかく良いやつが取れます。なるほどね。しかし非常に良いのを落としとるはずです。そうね、取ったよりもひょっとすると良い、より良いかと思うのを落としてるはずです。うんうんうん、それから私はね、もう一つね、あのね、兄弟で寄せてる時に二つ三つ感心したことあるんですよ、心から。あのね、まあ日本における自然科学の高等学校以下の教育というのはね、非常に面白い。特に兄弟なんか受験して入って受験を受けて難しい入学試験を突破してくれるような人間は、自然科学を本だけで覚えると、これはちょっとね、僕よその国ではないのではないかと思う。ともかくね、無で
見たことがないね、まず、うん、実物は、うん、今後ね、二つの笑い話だった。一つはね、我々のあのね、動物の生物の体なんかをね、顕微鏡でね、はあはあ、見た写真中な、うん、ご覧になったことありますが色で染めるわけですよ、見やすいように。なるほど。ですからね、紫とか赤とか綺麗な色の写真を見るわけ。なるほどね。そうするとね、本当に腎臓とかいうようなのがね、うん、色がついてると思ってたんですよそうですか。笑い話一つでね、もう一つの笑い話はね、なんかね、写真のトリミングをしようと言ったのね、うん、あ、これはちょっとそこトリミングしておいてくれと、こういった縁をね、こう切るとかね、うんうん、そうするとね、それが切れんのですよ。ほう。あの写真のカッターね、へえ、別にそんなもん切り方をせえへんですよ。なるほど。あの、それがどうつこうてよいか、まあどういうふうに切ってかよいかさえわからん、うん、そしてね、何やこれとこういうとね、名乗ったことがないというの僕らがよく言うんだけどね、ハーバードなんかでこう大学院の学生を取るときにね、まあ試験っていうのはないわけですよ。推薦状でこう見るわけですね。まあ大学学部の時の成績なんかも見ますけどね、あの一つだけね、僕らがね、尺度というかな、一般的な尺度を持ってるのはね、まあエッセイなんかこう書かしてるわけでしょ。大体何かこう数学に対してね、宿命感みたいなの持ってるやつがね伸びると、そういうこと言ってるんですよ。それでその文章なんか見て、もうその数学以外に俺はできないととにかくもう数学だけやりたいっていうようなやつね、そういうやつは取るんですね、少々成績悪くても。どうですか、やっぱそういうのは伸びますね。どうなんでしょうね。私もね、それはもう本当にそういうことだと思いますね。まあね、僕らの学問から言うと、生き物がある程度この好きか嫌いかはともかくとして、生き物に馴染めるという人は間違いがないところは確かにありますね、うんうんうん、あのね、これ面白いので、人によったら本当に、例えばね、おたまじゃくし食うてもね、全部死んでしまう人間おるってさ、実験の中ですか。おるってさ、飼育できんぞ。そりゃ困るね。おるってさ、僕どうして死ぬかわからん、そういう人間。それからね、あの歩くとガラス器具が必ず 2,3 本割れるっていうのはおるってさ。なるほどね。あれやっぱ僕非常な運動神経の問題だと思うんですよ。なるほどね。なんかちょっとこうガラス器具のピベットの立て方なんかでもね、なんか非常に妙にブサイクに立ててるんですよな、うん、歩くとみんなバチャバチャと割れていく男とかね、うん、まあ女もおるがだから実験ではそれが大切ですね。これが大切ですからね、うん、これはやっぱりトレーニングですしますが、うんうん、きつく、特にそのおたまじゃくし買うと死ぬというやつのトレーニングは難しいやっぱり生き物が好きであるから生物学をやるというのはすごく原始的な発想なんですが、うん、やっぱりどっかに不思議なセンスがあって、その不思議なセンスのある人間が有利であるとは僕はあえて言いません、今の世の中ですと、うん、しかしそういう人間は間違いないですね。そうですよね。私のね、長い友人でケンブリッジ大学の教授してる男ですが、我々の学問の最高を極めてる人間ですが、うん、この男のいつも研究室教授室の机の上に小学校の当時彼の小学校の先生の証明書というのが積もりであって、その証明書にはこの人物は全く出来が悪い、うん、あらゆる教育を今後受けるに値しない、うん、このような人物に教育を今後続けさせるということは何？国家の損害であるあなたの家の経済的損害であるという証明書をね、小学校の校長が書いたのをね、それはだけど立派な校長だな、それ必ず置いとるわけですよでね、あのこのとこ何をしとったかというとね、これは生物好きから近代生物学入った男です、うん、あのね、虫集めたりそんなことばっかりしとったそうです、うん、全然勉強しないんだろうね。ねえ、それが突如として目を振りましてね、うん、
まあ、今や世界最高の存在になっとの一人になっとるわけですけれども、やっぱりこれはもちろん現在の生物学近代生物学やっておりますから、うん、何も虫取って眺めて標本作るというような種類の話とは全然違う、うん、もう遺伝子組み換えというようなこととか、ね、タンパク系をして構造に利用した近代の発生学やっとるわけですけれども、うん、やっぱりこれは明らかに生き物が好きであったと、うん、でカエルならカエルの実験材料であるカエルを飼育するのが誰よりも非常にうまかったと、天性ね、なるほど、ということがテコになって、なるほどね、それでそれにやはりいろいろ遺伝子の知識とか、はあはあ、タンパク質の知識とかが素直に順応していったんでしょうね。うん、やっぱりこういう存在が、まあともかく我々の私自身の知覚には出とるわけですけれども、まあこれなんかちょっとまあ今に外国でもちょっと生きておれんでないのかな。よほど成績が悪かったようですよ。なるほどね。そういやそういうのもいますね。あのこの前あのフィルド賞もらった、はい、若い人なんだけど、うん、彼があの大学を受けてた時にはね、この生徒はその数学は全然できないって言ってね、数学の答案にはいつも絵を描いてるって。あ、そうですか。で、少しもその答えが出てないって。ところがね、彼はあのまあ未だにその時々論文がおかしいっていうとこあるんだけどね、あの普通の人が見えないものが見えるんですよ。あ、なるほど。例えばまあその4次元とか5次元とかそういうものがね、うん、で普通の人は見えないからね、なかなか発想も湧かないんですよね。 それが見えるんだよね。だからそういう天才ってなんだけど、うん、あのやっぱり大学受ける頃までは見えなかったんだな、それ他の人には分かんないわけだよね。そうですか、うん、だからわけのわからない絵ばっかり描いてたって言うんだけどさ、まあ我々は例えば学問とか技術をに進む我々の次の世代についていくらかのそういうポテンシャリティを持った人間を見逃していることはこれはもう全く事実だと思うんですけどね、うん、これはもう誤りようのない弁解のしようのない事実だと思いますが、うん、あのね僕はねあのもう一つね日本のまずいなと思うことがあるんだけど、日本初めて帰ってであの大学院に入れるとねみんなそのもうちゃんと就職させてもらえる、はい、ということを期待するわけね、はいはい、学生からそうでしょ。それからまた今度人事のことだけどさ、もうその助手にしたら、うん、もうクビにできないしね助教授にしたらもう絶対どんなことがあってもクビにできないしねなんていうかもうそうするとね結局ね頭のいいやつでねまあまあまともなやつということになるわけですよ。そうですよ。どうもねあのなんていうかちょっと面白いから一発やってみようと、ダメだったらすればいいというようなねことができないわけ。アメリカにいるのはそれですね、切れますからね全部。だからまたね面白いやつを取れるんですよ。こいつは数学の学生だったんだけどあのアメリカ人として生まれた以上はね、うん、金持ちになりたいって言い出したわけよ。それでね、数学者をずっとこうあのコネつけてね、うん、自分で会社作ってね、うん、それでなんかそのいろんなコンピューター関係のそのあのニーズがいろんな会社に出てくるでしょ、うん、そうすると自分のこう関係したものをこう派遣するという会社作ってね、で10年ぐらいしてその会社を売り払って、うん、まあ乗っ取りなんだろうけど、うん、で大金持ちになって俺も、うん、あの100万頂戴になったから、うん、また数学やりたいってそうですかそれでねまた数学入ってきてね、今 NYU っていうのあるでしょ、うん、あそこの教授やってますよ。そうですか。ああいうことがねできるのはなぜかというとね、捨てられるからなんですよ。捨てられなかったら取れないです、あんな怖くて。そうですか。怖くてって言ってもういつまでもずっと言って、それがダメなやつだったらね処置なしでしょ。
まあね、特に数学とかいうようなことをやりになるときにはもうこの多分日本のこの終身雇用的に学問とか芸術でも終身雇用的にやっていくということについてのまあ困難点が非常にあると思いますね。まあそれは僕らのところでも全く同じなんですが、しかし僕自身で言えばちょっと12、3年前から居直ってる心境があるんですよ。そうですか。はい。もうこれはこれはもうそうであると。なるほど。このシステムはある意味では世界にないと。世界ないでしょうね。これの一番長所を生かす。私は企業は分かりませんが、なるほど、トヨタも日本の大企業もこれできた。でこれを一番よく生かすがして仕事あげる。それはあの生物学なんかですとやっぱりちょっとそれはもう数学なんかと違いまして、やっぱり一つの共同作業による実証的操作が多いですから、やっぱり非常に上手なファミリーが形成されますと。なるほどね。ある意味では西洋の個人対個人のコンポジションだけで行くよりもちょっと考えられん、まだ予算上も得することあるし、考えられない効果も発揮する、まあそういうふうな気持ちで心境で一つこれはまあ祈って頑張らないだければならないのであるかと、こう思ってまあやっておりますが、お互いに、まあ、幸いに私の京都大学にあの時におったスタッフはまあ極めて優秀で、今それぞれまたちょっとステップ上がりまして素晴らしい仕事しておりますけれども、もう私はもうその代わりにこれは私は課長や。もうつまり研究者が研究者をそれである研究のプロジェクトをやる、いらなくてはやめていけというようなもんではない。もう旅は道連れよりもっと傷ですなと。一つの宿命の中でやるということを腹決めてしまうと、実は腹決めると、まあ、なかなか難しいですが、研究者全体だと決まらん。ね、それはね、だけど その辺はちょっとね、数学の場合違うと思う。違う、僕は絶対違うと思います。あのね、数学の場合にはね、かえってね、本人にとっても良くないです。そうでしょう。そうでしょう。というのはね、数学ってのはやっぱり基本的に個人プレイでしょう。そうです。そうです。まあ、それでも共同ということが非常に意味あるんだけどね、はい、他の学問に比べると、まあ、個人プレイですよ ね。そうするとね、やはり残してやったためにね、あの自分でその自分のなんていうかな、その能力ももっと他の能力あるかもしれないのにね、はい、まあ、そこで切ってやればね、会社に勤めてね、あのなんかどっかに勤めて結構社長ぐらいになるかもしれないんだからね。だからそれかわいそうだと思いますよ。本当にそうです。本当にそうです、しかしそれは自然感覚しましても基本的には研究ということ、学問は個人ですから、基本的には個人ですから、やっぱり一つのファミリーがあったとしてもファミリーのメンバーというものの個性が一番大事なことですから、そうですね。結局ね、腹は何かというとやっぱりそれぞれがそのファミリーの中にあっても偉くなっていただく。なるほどね。人がそのまま放っておかんというぐらいに偉くなる。それからやっぱり今の時代にやはり要求に合うような方であってほしいとは、それは僕はまあこっちの家庭から言えば大いに思いますけどね。なかなかしかしこの問題は結局はいつまでたっても解決できないで残りますね。